とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も地球防衛軍をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この武器、紹介します。スターダストキャノン B。ロケットランチャーのレベル4の武器になるんだけども、めちゃくちゃ強い。もう最近これがね、好きすぎて、こればっかり使ってるね。まあ、他のね、レベル4のやつも、入手しだしたんだけども、これが特に俺は好きで使ってます。まあとにかくどんな感じなのかお見せします。いきましょう。希望法を超えた新しき世界。それでは早速いきましょう。この武器ロケットランチャーだけども、ショットガンみたいなね感じなので、ただ再使用時間が若干長い、10秒とちょっと長めなのよ。再使用時間だけちょっと注意が必要かな。でもこれ使ってるのが3人以上いれば全然連射していけるんでいいね。もうほんと本作品はリロードのストレスがなくていい。いけいいね、いい感じいい感じ。もうちょっとで倒せるかな、うん、あ、この強制的にこう視点を変えるやつがつらい。もう高確率でやられるんだよね、視点変えられた時に。 OK、 この爆弾とショットガンで、ショットガンじゃないな。ショットガンじゃない、これでフィニッシュでしょう。はい、倒した。射程が220っていうのはやっぱりいいよね。結構離れててもガシガシ当たるんですごく使いやすい。まあ、ネックは本当に再使用時間のみ、それ以外は本当、めちゃくちゃいい。悪いところがないかな。いけ、当たるか爆弾。ああ思いっきり避けられた。まあ今日はね爆弾を紹介するやつじゃないんで、これだよこれ。ダメージ半端ない、やっぱ。あ、いったいった。ちょっと決めます、決めに行きます。はい、逃げんな、逃げても大丈夫。すげえ、やっぱ半端じゃないわ、ダメージがやばい、やばすぎる。でしかもこれ当たった時炸裂してるのよね、爆発してるから周りも一緒に倒せるっていうのですごくいいです。あ、倒してない、あ、まだ倒しきれてない。もうなんか倒しきった気でいたわ。ちょっとせっかくなんでこいつらを全部救出しときます。よし、救出成功。あとはもう行くね。じゃあある程度離れられても全然当てるから。いや、これ離れすぎだわ。そんなに俺が怖いか。よし、使いやす。結構エイムはね俺すごい下手なんだけど、これは当てれる。これはさすがに当てれますよ。よいしょ、楽勝だね。やっぱいい武器があると全然違う。うん、この武器は早めに入手できてよかった。はい、ということで今日はスターダストキャノン B使ってみました。エイムベタの俺でも全然使いこなせる、めちゃくちゃ強い武器です。まあ他にもね入手したやつですごい強いのあるので、それも紹介していくんでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。